クライアント様の奥にいらっしゃる皆様も意識しながらプロジェクトを立ち上げるようにしてますし、専門性って一言で言っても、うん、経済社会が求める専門性の中身って変わっていきますので、うん、まあ、その変化に合わせていっていただくってことが求められるのかなというふうに思います。こんにちは。今回は有限責任監査法人トーマツリスクアドバイザリー様よりお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回のテーマはですね、未来へ向けた逆転のチャンス、秋から始める本気の就活をテーマにしています。オータムウィンターインターン選考や本選考がいよいよ本格化する秋、夏思っていたような結果が出なかった、そして今から就活を始めて間に合うか不安、まあ、こういった悩みや不安を抱える就活生の皆さんがですね、内定という人生において重要な節目へ到達できるよう全力でサポートしてまいりたいと思います。では早速セッションに入っていきたいと思います。ご紹介させていただきます。有限責任監査法人トーマツ ESG 統合報告アドバイザリー新色真理香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そしてリスクアドバイザリー新卒採用責任者の小林則之さんです。よろしくお願いいたします。今回はこのお二方から様々お話を伺ってまいりたいと思います。さあ、それではまずは自己紹介も含めまして小林さんより、企業説明お願いしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんこんにちは、今ご紹介に預かりました、デロイトトーマツグループでリスクアドバイザリーのビジネスを展開しておりますが、その中で新卒採用を担当していますパートナーの小林と申します。今日はよろしくお願いいたします。経歴書いてありますけど1990年、30年前にですね、会計士としてキャリアを始めて今本当に長い時間経ちましたけれど、今日はですね、初心に帰って1年生の時のことを思い出しながらですね、皆さんとお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ新色さんお願いします。はい、改めまして、新色真理香と申します。私ですね、有限責任監査法人の中のですね ESG 統合報告アドバイザリーというチームに所属しております。はい、ちょっと経歴も書かせていただいておりますけれども、新卒はですねコンサルとは全く関係のない、実は雑誌の編集者を10年やっていまして、でそこからですねそのサステナビリティ の, ビジネスに関与したいということで、ソーシャルベンチャー2社を経てですね今こちら の, 組織におりますというところで、先ほどね小林さんもおっしゃったように最初のファーストキャリアすごくやっぱり大事だと思いますし、そこがベースになっていると思いますので、はい、その気持ちも思い出しながらお話できればと思っています。はい、デロイトトーマツですね、ビッグ4と呼ばれるデロイトのですねグローバルネットワークのですね一部メンバーファームということになっておりまして、一番大きな組織ですねグローバルですとデロイトグローバルネットワークということで今41万人よりですね、超えているメンバーが在籍していますと。でその中のアジアパシフィックで、さらにはジャパンといったところで、デロイトトーマツグループといったところにですねいくつかの機能を持った会社が一緒にジョインしているという状況です。で右側のところですね、いろんな機能といったところで主だったところ、グローバルでも同じような機能を持っているチームがいるんですが、ジャパンの中ですね6つの機能があるかなというふうに思っています。で大きなところがやはり監査ですね、監査保証業務というところを提供しているチームで、我々が所属しているリスクアドバイザリーで、そこにコンサル、ファイナンシャルアドバイザリー、さらには税務法務といったような専門家が集まりつつですね、大きく6つのグループにですね分かれているという、でこれによってですねビジネスを提供しているというようなファームで、全部で今だと2万人ぐらいのですね専門家を要しているというところで、はい、日本の中でもですね最大規模といったところになってございます。はい、で、リスクアドバイザリー、今日はその中のリスクアドバイザリーの話をさせていただきますけれども、リスクというとですねこう守りというんですかね、守りのコンサル、攻めのコンサルみたいな言われ方をするんですけれども、私個人としてはちょっと守りではないなというふうに思ってまして、
ここにも書かせていただいている通りですね、うん、まあ、いかにこのリスク、まあ、リスクっていうのはいっぱいありますし、うん、これからもどんどん不確実性が高くなっていく中で、うん、はい、いろんなリスクがある中で、まあ、どのリスクをですね、うん、しっかりテイクして、需要しないリスクをどう回避していくのかといったところでいくとですね、やはり攻めの姿勢ってすごく大事だなというふうに、うん、思っていますと。なので我々リスクアドバイザリーとしてはですね、うん、まあ、クライアントがちゃんとですね適切にリスクテイクして、うん、まあ、その上で的確な経営判断をしていっていただくためのですね、うん、ご助言と支援といったことをすると、うん、でそれによって、まあ、持続可能性をですね阻害するリスクというものを、まあ、除外して成長にですね貢献したいというふうに考えている、うん、まあ、メンバーでございます。はい、で先ほど、まあ、いろんな不確実性増してますというお話をさせていただいたところですね、はい、まあ、大きな社会課題でいくと、うん、まあ、人口減少とかですね、うん、まあ、気候変動みたいな、うん、まあ、誰もがその影響を受ける内容もありますし、また政治のですね、あとやったりと金融経済の影響といったところですね、デカップリングだったり金融の不安定ということで、うん、まあ、いろんなリスクが高まっていく中で、うん、まあ、クライアント様もお悩みですし、まあ、そのクライアントのお悩みに対してですね、どういう専門的なご助言をしてクライアント様がですねそのリスクをテイクできるようになっていくのか、うん、ここがすごくポイントかなというふうに思ってますし、うん、まあ、それを我々がサポートすることによってですね、うん、社会のいろんな不確実性だったり、うん、課題解決に寄与できるといいなというふうに思っております、うんうんうん、はい、でじゃあそれのためにですね我々どんな会社としてですね企業としてはい、価値を提供しているのかというお話ですけれども、まあ、我々もちろんクライアント様がフェイシングしてますし、はい、まず最初に課題解決すべきはクライアント様の課題ですけれども、うん、まあ、そこを通じてですね、うん、この社会のための社会課題であったりとかいろんな課題解決につなげていければと思いますし、うん、まあ、そのためのですね、まあ、専門家の社会インフラになるということが我々のミッションになっておりますと。でここにも図で示している通り、まずはマネジメントの皆様にとってですね、うん、いろんな課題を解決するための専門性を持っているということはもちろんですけれども、まあ、その複雑化していくものだったりとか、まあ、その後の影響を考えるとですね、うん、我々専門家がワンチームになっていろんな課題をですね、いろんな側面で検討しながら、そして最もいいソリューションを出していくためにですね、ワンチームとなってつながっていく必要があると思っておりますし、まあ、そうなることによってですね、しっかりインフラとしてというんですかね、面を張って課題解決に寄与できるような企業になっていけるんじゃないかなと思っているところでございます。はい。でですね、まあ、その専門家というお話しさせていただきましたけれども、はい、専門家もですね、いろんなこう縦軸横軸で専門家を揃えているというのが我々の強みでございます、はい、で左に示しているのが、コンピテンシーと我々呼んでいる、まあ、専門性ということで、はい、まあ、少し噛み砕いて言うとテーマみたいなものですかね。私は ESG 統合報告アドバイザリーというチームなので、はい、いわゆる企業の持続性というところで、はい、サステナビリティの専門家ではありますと、はい、でもそれ以外にもですね、内部統制であったりとか、うん、あとは IT だったりですね、あとは会計監査に関する、うん、まあ、いろんな専門家がいて、うんうん、まあ、どんなジャンルの企業様においてもですね、うん、まあ、その専門性というテーマでいろんなご助言ができるというメンバーになっている、そういう構成になっていて、大きくは3つですね、アカウンティング、ファイナンス、ガバナンス、リスク、コンプライアンスの GRC、 あとは IT という大きな3つのチームに分かれていますと。でその掛け合わせとして右側ですね、インダストリーということで、まあ、その業界に詳しいチームというのがいますと。でまあ、ヘルスケアとか、うん、あとはいわゆる省庁様のですねお仕事とかで、ガバナンスのパブリックセクターのチームだったり、うん、あとはコンシューマーですね、消費者の、消費財などを扱ってらっしゃる企業様など、まあ、それぞれのやっぱり業界に掛け合わせる、業界にその専門性をぶつけることによって、うん、よりですね深い示唆が出せるかなと思ってますので、うん、その業界知見を蓄えているチームもいるということで、まあ、そのいろんな専門家がですね縦にも横にも集まって、で縦にも横にもですね網目を張りながらですね、いろんな課題解決の、はい、ソリューションを出しているということを、うん、我々の強みであり特徴かなといったところでお話しさせていただきました。なるほど、
ありがとうございました。本当に一口に社会課題といっても本当に様々、今もうブーカの時代とも言われてますけども、いろいろなこうリスク、そして社会課題が降りかかってくる世の中だなと思うんですが、実際にこうお仕事に向き合われていて、そのクライアント企業様の課題が社会課題につながっているなと思われる瞬間って、例えばこう事例で言うと、お話しできる範囲で構わないんですけど、何かこうあったりしますか？いくつかぜひ学生の皆さんがこうイメージできるようにお話しいただきたいんですけれども。 ありがとうございます。はい、全てが社会課題につながっているわけではないですけれども、はい、私はたまたまそういうサステナビリティ の関連のビジネスをしていますので、はい、今でいきますと企業のサプライチェーン上の、人権侵害リスクっていうんですかね、児童労働とか強制労働とか、はい、そういった課題がその自社ではないかもしれないけれども、使っている原材料のですね、採掘の現場でそういうものないかどうかっていうのをやはり企業の責任としても見ていかなければいけないですし、いろんな規制対応といった点でもですね、企業はそういったリスクを把握してなければいけないということがありますので、企業様のサプライチェーンをたどっていって、その人権侵害リスクがないかどうかの、リスク評価なんかをさせていただくことによってですね、そういった課題を見つけ出して是正をしていくお手伝いができているのかなというふうには、思っています。なるほど、本当にその企業だけじゃなく、こうグループ関連する、取り巻く環境も目を配らなきゃいけない時代になってきているなという形がすごく感じているんですけれども、こう実際にこう、やっていくお仕事の中でここがこう大変だったりとか、実際に今までこれまでやられてきたお仕事の中でこういうところは本当に大変なんだけれども、こうリスクアドバイザリーする意義意味ってこんなところなんだよというのをそれぞれぜひちょっと教えていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか？どうぞ。じゃあ先に、はい、現場に近いところで話させていただくと、そうですね、なかなかやはりリスクであったりとかって、最低限からスタートしたいっておっしゃるお客様も多いですね。規制対応だったりとか、有事の際に何とかこう回避できるぐらいでいいっていう、そうです、そうです、起きるかどうかわからないですし、っていうような気持ちっていうのはやっぱり多少あるかなというところで、ただやはりそれが将来的には大きなリスクになる可能性もありますし、それを乗り越えることによって生まれる価値というのもあると、なった時に、我々がフェイシングしているお客様はよく理解してるけれども、じゃあ隣の部署の方は、そこまでそこは理解されてないとか、マネジメントまでそれをしっかりどう伝えていくのかみたいなところに、実際にクライアント様が苦慮されているケースもありますので、そういった時にはそのクライアント様の奥にいらっしゃる皆様も意識しながら我々やっているビジネスをですね、プロジェクトを立ち上げるようにしてますし、そこがもちろん障壁になる時もあれば、逆にそこを最初はですね、もう最低限でいいですっておっしゃってた方が、ある日6ヶ月ぐらい経つとですね、もっとそのリスクをどう高度化してですね、対応していくのかみたいなお話を先方様からしていただくと、やっててよかったなって思う瞬間ですねクライアント様はさ、どういった瞬間に思われるんですかね？こう定量的にこう、御社が実際に これぐらいのリスクがありますよとか、もしこの最低限というのは良くないですよっていうのをこうどんどん真摯にこう解き伏せていくものなんですか、それともクライアント様の中でやっていくうちにリテラシーが高まるものなんですかね、どうなんでしょう、その辺って。そうですね、やはり染みてくる部分っていうのはあると思いますよね。最初はなんかよく分からなかったけれども、だんだん自分たちは今こういう状況なのかとか、周りはこうなってるんだとか、社会情勢はこれからこうなっていくんだっていう、やっぱその視野が少しずつ広がっていくと、ご自身が最初思っていたよりもこれはもっと対処していかなければいけないリスクだと、お考えになると、でもその時にはやはり我々のコミュニケーション能力だったりとか、あとはそれを分かりやすく解説していくための、見える化であったりとかっていったところにやはり価値があるのかなというふうには思いますので、なるほど、小林さんにもちょっとお伺いしたいんですけども、リスクアドバイザリーをするやりがい、意味、意義、どんなところになりますか？そうですね、私自身の経験、あと、その三代さんとまた逆の意味でのリスクアドバイザリーの意義ということで、私実はいわゆるクライシスマネジメントとして、さっきお話の有事ですよね、有事に直面している企業様を、そこからいかにこうリカバリーしていくのかというところのご支援ですね、何度か経験したことがあります、でそういうところはもう企業さんがもう文字通り、この対応を失敗したら明日はないっていう危機感の塊でいらっしゃるんですよね。なるほど、なんで
なんだかな、ぬるい仕事したら本気で怒られます。クライアント様から、はい、うちを潰す気ですか小林さん。でそんなことはないです。それだけもう真剣な戦いってことですね。はい、でもその時に、まあ、本当にわらをもすがる思いで、うん、我々トーマツデロイトに、うん、をご信頼いただいて、うん、まあ、お仕事をいただいている、まあ、その期待に応える、それ大変です、うんうん、ですけど、まあ、それを一緒にその危機を乗り越えた先の、うん、そのなんて言うんでしょうね、達成感っていうんですかね、うんうん、あるいはその責任を果たせたっていう安堵感、うんうん、まあ、これが一つやはりリスクにまつわるこうプロフェッショナルサービスを提供する上での、まあ、醍醐味のもう一つの面かなというふうに思いました。なるほど。小林さん自身はこう実際にこう先ほど乗り越えたっておっしゃいましたけども、はい、そんなこう危機的な状況の中で乗り越えるってなかなか大変なことだと思うんですけど、こう実際にその御社の中でこういう、まあ、教育だったりとかこういう環境があるから乗り越えられる人材がいるんだとか育てられるんだっていうのがあったら教えていただきたい。そうですね、まあ、先ほど二葉さんの私にも何度も専門性って出てきたと思います、はい、まあ、不確実性の中で、うん、そのテイクすべきリスクを、まあ、そのクライアントにお示しするってもうそれだけでも普通に難しいことですよね。そうですよね。でなんでそんなことが我々できるかっていうのは、うん、それはさまざまな分野の専門家たちが高い専門性、うん、深い専門性を持っているからに他ならないかなというふうに考えています、うん、なので危機対応の時にも、うん、まあ、冷静にそのまあ、それぞれが持てる専門性を持ち寄ることで、うん、でその、まあ、危機を乗り越えていく、うん、はい、いうところに、まあ、価値があるのかなというふうに思います。で、まあ、ごめんなさい。で、そういう意味でそのなんとかゼロから入っていただく、はい、まあ、その新卒新入社員の皆さんに、はい、まあ、しっかりとその専門性を育んでいただく仕組みと、うん、いうのはご用意してございますので、うん、まあ、後半お話しさせていただきます。はい、ぜひね、こう新卒の皆さんに期待することであったりとか、こう実際に皆さんに学生の皆さんがね入社して待ち受ける環境だったりっていうところは、うん、後半のパートでお伺いできればなというふうに思います。はい、もう少しちょっとね、お二方それぞれに深掘りしていきたいんですけど、そもそもリスクアドバイザリーに行きたい、リスクアドバイザリー部門、特にこうトーマツグループに入りたいというふうに思われたきっかけとか、こうどういったところからその何でしょう、興味関心というものが湧くものなんでしょうか。ニーロさんから伺ってもよろしいですか。そうですね、先ほど、まあ、経歴も少しご紹介した通り、はい、まあ、サステナビリティにシフトチェンジしたのが30代、うん、でそこからベンチャーをやって、うん、で、まあ、2社経験した中でですね、まあ、40代のキャリアを考えるとに、うん、まあ、あとね、何年生きられるかわからない中で、うん、まあ、次はこのインパクトにこだわってみようかなと、自分の専門性は高まってきた、うん、でそれを試す環境としてやはりインパクトだったり、うん、もう少し幅広いグローバルでチャレンジできるところを、まあ、探していたところ、うん、はい、リスクアドバイザリーと、まあ、ご縁があったというところですね、うん、で実際にやはりグローバルとの連携というのも非常に強いですし、うん、あとは私自身の専門性だけではやはり一つの課題解決できないので、うん、いかにそれをこうネットワーク化したりですね、アライアンス化したりとかすることが大事だかということは、うん、小さい企業にいたからこそ分かっていたことなので、うんうん、なんかそこういう環境を求めていたところがあったというところで、うん、はい、まあ、実際に入ってみて、うん、思って自分が思い描いていたキャリアであったりとか、自分が思い描いていた、うん、いたそのスケールであったりとか、うん、インパクトといったところはですね、はい、今挑戦中ではありますけれども、はい、はい、満足しているところですね。実際にその業務に向き合う上で、まあ、自分自身のその専門性はこう自分で高めていくものだけれども、なんかこう例えばなんかこういう専門家がいて助かったなとか、なんかこんな社会課題を解決するために私の自分自身の専門性とあとプラスでこういう人と一緒にコラボレーションしたんだよっていう事例がもしあれば教えていただきたいんですけども。はい、ありがとうございます。そうですね、サステナビリティの領域でいくと、はい、まだまだやっぱり新しい領域な、確かにそうですね、はい、本当に最近ですもんね。そうですね、サステナビリティとか ESG っていう、ね、皆さんが、はい、関心持っていただいてもいるし、まあ、対応していかなければいけない、うん、でそうするとグローバルでも、まあ、すごくどこかの国が進んでいるって、まあ、欧州が多少進んでいるところはありますけれども、はい、ということはないので、うんうん、割とグローバルでじゃあケースのスタディをしようとか、うんうん、今のやってみた事業の、紹介をし合おうとかっていう、そこがすごくネットワークとしては強いですし、うんうん、そこに対するモチベーションも高いかなというふうに思います。うん、で逆に
なんか似たような構造の課題って他にもあるはずだよねといった時に、まあ、それが例えば、まあ、あの別の領域で内部統制でもそういうことって、うん、あるよねとか、それこそクライシスマネジメントでもこういうことって対応してたよねっていう、その型っていうんですかね、フォームみたいなものをやっぱり 見させてもらえたりとか、そこからの専門的な知見を得られることによって、うん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 、あ、それってサステナビリティでも必要なことだったり、その手立ては打てるなみたいなことを、うんうん、学べるというのはすごく大きいなというふうに思いますね。なるほど、こうなったりします。やっぱりそれなんかもう本当にさまざまなところに可能性があって、うんうん、もう掛け合わせによってもう何万通りにも社会課題を解決できるなという感じがお話を聞いていて思いました。ありがとうございます。小林さんにお伺いしたいのが、こう、まあ、トーマツならではのこうミッションの浸透性だったりとか、こういう仕組みがあるからこそみんながこうその同じミッションに向かって働けているんだというものがもしあれば教えていただきたいです。そうですね、あのミッション、デロイトのグローバルとして40万人が大事にしている、はい、うん、まあ、シェアードバリューと呼んでいる価値観もあれば、はい、まあ、日本のデロイトトーマツグループとして掲げている経営理念もあったりします。うんうん、まあ、中でも、まあ、今日はリスクアドバイザリーのお話なので、はい、今日お話の出たその、専門性の社会インフラっていうところをお話ししたいと思いますけれど、まあ、資料になって、と言われるようになったらここ 1,2 年なのかもしれませんけれど、うん、まあ、先ほどもおっしゃっていただいたように、まあ、我々にとって一つのキーワードはやっぱ専門性なんですよね。うん、でさらにその専門家たちがつながることで、その目の前のクライアント企業もそうだし、まあ、その先の経済社会の課題解決に、うん、まあ、なんかな、うん、まあ、リーチしていこう、そこにこうインパクトを与えていこうっていう、これは、まあ、今リスクアドバイザーのプロフェッショナル3000人近くいますけれど、うん、まあ、その3000人がリーダーから本当に入社1年目の方まで、うん、まあ、あのリーダーが繰り返しそれを伝えることで、うん、あの専門家の社会インフラって初めて聞きますって人はいないかなというふうに思っています。はい、なるほど。まあ、社会情勢的にもやっぱりそのリスクマネジメント、リスクテイクするということにニーズの高まりっていうのは実際に中で働かれているお二人からこう実感値として、なんかこう数年前よりはだいぶ案件の難易度が上がったなだったりとか、こうみんながこう向き合う課題大変になったなっていう実感値としてあったりしますか？あのそこは、まあ、ずじゃあ、 あの実感値としていろんなところであるんですけれど、はい、うん、まあ、逆に定量的にお伝えしたら分かっていただけるかなと思うんですけど、はいはい、どうですかね、今3000人って申し上げましたけど、うん、何年前だろう、半分の1500人だったのぐらい急成長させていただいていて、あ、まあ、それってまさにそのブーカビューカの時代と言われる、この不確実性が高まるこの時代に、まあ我々の経済社会における存在感みたいなものが高まってきた一つのこう結果なのかなと、こんなふうに思う。皆さん逆に定性的にぜひ定性的に、まあそうですね、どちらか、まあ、お仕事はそういう意味ではあの引き合いもたくさんありますし、はい、まあ、そういう意味では本当にメンバーも毎月毎月あのいろんな、それこそ専門性だったりとか、まあ、事業会社で、うん、あの働かれていた方でサステナビリティをあのより、まあ、専門家としてですね、あのやっていきたいというおっしゃる方が入ってきたりというところで、うんうん、あのまあ、ビジネスが成長すれば組織も成長しといったところで、はい、ニーズと、まあ、それに対するあの成長というような感じているところですね。なるほど、ありがとうございます。ではここからはですね、こう実際にこう働く環境だったり、こう新卒の皆さんに求める人物像だったりというところをお話しいただきたいと思います。こちらもスライドを投影しながらご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、先ほど新野さんの話からもあったように、まあ、我々リスクアドバイザリー、まあ多様な専門家が集まっているというのがですね、大きな特徴になっています。まあ、これあの一つ一つの箱がですね、長くてすみません、こうやって横にしないと見れないんですけど、あのまあ左側が、はい、インダストリーカットのですね部門であったり、まあ右が、まあ中央にですね、コンピテンシーカットの部門が並べています。で、これら一つ一つが、まあ、ある意味こうご入社いただく皆さんからするとキャリアの選択肢がこれだけあるんですよね。どの専門家になろうかと。で、で選んでください、好きなところに進んでいいですよって言われても皆さん
思いますよね。やったことないからわからない。確かに。じゃあやってみましょうよ。やってみて興味関心がある領域、うん、チャレンジいただいて、で、その先にですね、実際に自分が専門家としてプロフェッショナルとして進む道を見極めていただく、まあ、そんな仕組みとしてですね、ゼネラルアドバイザーユニット GAU と書いて GAU と読むんですけど、うん、まあ、そんなユニークな仕組みをご用意しています。リスクアドバイザーにご入社いただき、この GAU に配属希望された方はですね、漏れなく GAU に入社いただき、で、ここの資格の中にあるような各、領域部門のですね、まあ、プロジェクト案件をですね、複数ご経験、これご希望に従ったご経験をしていただきます。でその先、まあ、約そうですね、まあ、1年から2年ぐらいの期間をかけて、まあ、ここぞと決めた部門にですね進んでいただく、そんな仕組みを用意しています。右側の青いところ、まあ、中京や関西といった、まあ、地区リージョンの部門であったり、まあ、アシュアランス、まあ、IT 監査ですけれど、あるいは、まあ、デジタルにおけるガバナンスやアナリティクス、まあ、そういった領域についてはですね、まあ、入社直後から、まあ、専門性をとらかがらせていただくということで、いわゆる部門としての採用というのもさせていただいていますけれど、まあ、GAU というユニークな仕組みがございますというところでですね、ゼロからでも安心して高い専門性を誇るプロフェッショナルとして育っていただけますよという、まずはご案内でした。で、まあ、それだけではなくてですね、まあ、いわゆるその研修のプログラムとしても、さまざまな、ベーシックなですね、新人研修、新卒研修であったり、アドバイザリースキルにまつわる研修、これもベーシックなものから、まあ、そのアドバンスレベルのものまでですね、豊富に揃えておりますし、まあ、来週からそのイベントなんで、やっぱ海外派遣皆さん気にされてると思うんですけれど、まあ、4年任期の海外駐在、あるいは人材育成目的のですね、任期1年から2年の海外派遣、さまざまなプログラムもございますし、任期6ヶ月と短期にはなりますが、アジアパシフィック領域エリアにですね、もう入社4年目5年目からチャレンジいただけるような、そんな仕組みもですねご用意してございますし、またまあ、日々年々のですね、成長の過程をしっかりと、まあ、モニタリングしフィードバックしていく、まあ、グローバル共通のですね、デロイトグローバル共通の RPM というですね、人事制度もございますというご紹介になります。で、まあ、ぜひここまでですね、こう興味を持っていただいた方、まあ、後ほど改めて告知もさせていただきますが、 3days と 1day のそれぞれインターンがですね、この後2月に、3days が、そして12月と、年明け1月にそれぞれ1day のインターンシップですね、ご用意してございますので、まあ、より深い体験をですねしていただきたいという方には、このインターンシップ、まあ、まずマイページ登録からですけれど、エントリーいただければなというふうに思っています。最後にですね、まあ、我々リスクアドバイザリーが、まあ、その求める人物像ということで、はい、まあ、ぜひ3つっていうリクエストなんですけど、まあ、我々普段はですね6つ申し上げています。ただこの左側にある、例えばそのリーダープロフェッショナルとしてのリーダーシップだったり責任感、あるいは国際性っていうところは、まあ、他のコンサルファームさんも結構おっしゃるかなと思っています。逆に右側の誠実性であったり、まあ、専門性が大事なので、そのゼロからでいいので、その入社後にですね専門性を高めていただくような、そういう意味での学習意欲、まあ、さらにはその専門性を掛け合わせるところに価値があるので、それをうまくできる協調性とか柔軟性、そんなものをですね我々大事にしているつもりですというところを、まあ、あえての右側3つをですね強調させていただきたいかなというふうに思っております。ありがとうございます。まあ、6つ、まあ、求める人物像というところで、すでにね設定していただいたものがありますけれども、なんかこう実際にその求める人物像を設定した背景、普段の業務ではこういうことがあるからこういう人物が必要なんだという背景をぜひ教えていただきたいなと思います。そうですね、そういう意味でいくと、はい、まあ、一つですね、誠実性のところはあえてあまり触れてなかったので、はい、そこを補足させていただくと、我々、まあ、専門性が売りですというふうに申し上げました。うんうん、でだからこそ高い専門性を誇るプロフェッショナルだからこそ、うん、ある意味こういろんなそのクライアント企業の中にもいろんなしがらみとかコンフリクトってあるんですけど、うん、それを乗り越えた、はい、あるいは企業さんを取り巻くさまざまなステークホルダーの間にもコンフリクトがあるけれども、うん、それを乗り越えた
客観性だったり中立性みたいなものを専門性が高いからこそ発揮できるのかなと思っています。でそんなところをに対してですね、経済社会から寄せられている信頼を裏切らないためには、うん、我々インテグリティだったりとか、うん、エシックスとか、うん、そういったものを通常の企業様以上に、うん、大事にしているつもりですっていう、まあ、そのところにですね共感いただける方、うん、まあ、ぜひ一緒にそのリスクアドバイザリーのフィールドでお仕事したいなと思っています。うん、実際にこれまでその御社を目指される学生さんってこうどういったところにこうやりがいだったりとか、あとこう、まあ、何でしょう、求める希望みたいなところをどんなところに置いているんでしょうか。うん、そうですか。ご志望いただいている方、はい、まあ、あるいはご入社いただいた方、うん、共通するのはやはり、皆さんのキャリアにとっても将来を見据えたときに不確実性って高まっているじゃないですか。うん、そうですね。そんな中でやはりその柱になる専門性をしっかりとこうキャリアの軸として据えたいってお考えの方はいらっしゃるので、うん、まあ、そういう専門性獲得できるっていうところを目指していただいている方いらっしゃるかなと思います。あと、なんて言うんでしょうね、言い方難しいですけど、コンサルティングファームってこのアップアウトって言われてみたり、はい、まあ、そのなんでしょうね、こう俺がみたいな人も言っているんじゃないのっていう雰囲気あると思うんですけど、はい、まあ、我々そういう意味ではその、まあ、ここでも申し上げているような誠実性とか、あるいはこう協調性みたいな、うん、いうところを本当に強くお話ししますし、うん、まあ、そういった雰囲気を、うん、なんていうかな、こう好まれる方っていうのにもこう多くご入社、まあ、ご応募いただいているし、またご入社後に活躍いただけてるんじゃないかなと思います。うん、なるほど。まあ、本当に学生の皆さんにお話を聞くと、こう皆さん口を揃えてどこに行っても活躍できる人材になりたい、こう絶対に一本軸が欲しいっていうふうに、なんかお話しされる学生さんが今特に多いなという感じがあるんですけども、御社としてはこう求める人物像だったりにこう変化っていうものはこの10年数年であったりしますか。こう今申し上げた、今日ご紹介した例えば6つの目線というのは変わらないと思います。はい、ただその専門性って一言で言っても、うん、その今度はそのマーケットがあるいは経済社会が求める専門性の中身って変わっていきますよね。うん、確かに。はい、なんで、まあ、その変化に合わせて、まあ、言っていただくってことが求められるのかなというふうに思います。うん、なるほど。新納さんは全然違 う, こう業界からのこう転職というところになりますけども、もともとその前に抱いていたこうイメージと実際にこう入ってからギャップっていうものはありましたか。ギャップ思ってる以上になんかそう、はいはい、みんなこういう人たちがいっぱいいるのかなと思ってすごい皆さん、はい、まあ、真面目で誠実で、うんうん、非常に柔らかい方が多いっていうのは、うんうん、まあ、そういう意味ですごい大きなギャップでしたね。うんうんうん、なので、はい、あとその働き方の重要性もすごく高いですね。はい、でまあ、なのでライフプランに合わせて、まあ、働き方を、まあ、調整するという方もいらっしゃいますし、うん、それこそ専門性を変えたいといいますかね、新しいチャレンジをされたいという方の、まあ、転籍だったりということも、もちろんケースとしてはありますので、うん、なんかすごくそのファームにいらっしゃる方々がもうどう成長したいのかということに対して真摯に向き合って、こんなに大きな組織なのに、よく真摯に向き合えるんだな、組織だなっていうのはすごく驚きでしたね。なるほど。もう本当にあれだけね、先ほどスライドで投影されましたけど、リスクアドバイザリーって言ってもこれだけ職種があるんだというのにすごく私びっくりしたんですけれども、皆さんどうやってこう自分自身のやりたいこととか、こうキャリアプランというものは描いていくものなんですか。そうですね、まあ、まさに先ほどご紹介したそのゼネラルアドバイザリーの側の枠組みをうまく使われて、はい、テーマとして興味関心があるところだったり、あと、まあ、そうですね、いうところに行ってみる。でも何をするかも大事だけど、うん、誰と仕事するかも、うんうんうん、結構仕事って大事だったりするじゃないですか。やっぱりリスクアドバイザリーの中にもさまざまなこう雰囲気を持った、まあ、部門でありまたチームがあるので、うん、まあ、そういったところの合う合わないも含めて皆さんやっぱりやってみることで初めて分かったということでですね、まあ、進む道を皆さんこう決められているのかなというふうに思いますね。うん、なるほど。
実際にそのニーロさんにもねお伺いしたいんですけども、こう現場でこう常に向き合っていて、なんかこう身についたなと思うスキルだったりとか、なんかこう実際に統括に入るとこんなところが自分の強みになりそうだよっていうのが、ぜひヒントとして教えていただければと思います、うん、はい、ありがとうございます。多分その入ってから5年ぐらいのお話をさせていただくと、はい、うん、まあ、やはりそのどうやってこの課題を掘り下げるのかっていうところですね、うん、掘り下げ力であったりとか、そのまあ調査をしてその課題を見つけていく、ないしはその調査に対応しているケースを探してくるみたいな、うん、掘り下げ能力っていうのはまず最初の 1,2 年ですごくしっかりつくと思います、はい、で我々やはりコンサルタントである以上、うん、まあ、それを短時間になるべく早くですねやるということと、うん、まあ、精度も高くで、かつもう一つ軸があると思っていて、それをクライアントに対してしっかり伝わる形、なしはクライアントが求めている形にそれをアウトプットできるかということも高いので、コミュニケーション能力だったりとか、そのアウトプット能力といったところもですね、非常に高く鍛えられる部分かなというふうに思ってますので、まあ、それって専門性も磨きながらもスキル面っていうところだったりはするので、やっぱりこの掛け合わせでしっかり成長していくと思いますし、そのスキル面がしっかり培われれば、専門性をちょっと変えてみようとか新しいジャンルにチャレンジしようとなった時にも、やっぱりここが軸になったりもするので、なんか必ずしもそのテーマ的なことだけでもないかなと思いますし、先ほど小林さんがおっしゃった通り、誰と働くかみたいなところもすごくそのキャリアにおいては大事だと思いますので、はい、まあいろんな多方面にそういう意味では成長できる機会っていうのはあるんじゃないかなと思っています。なるほど、まあ、専門性というところが強みでありつつも、もしかしたらその専門性を自分自身の意思で変えてちょっと新しい分野に挑戦してみようかなという方も結構いらっしゃるっていうことですか、ね、はい、そうですね、なので、日常的にその専門家同士がコラボレーションしてるじゃないですか。なるほど。なんでいろんな専門性で隣り合わせなんですよね、はいはいはい、なんでじゃあこっちから入ってこの専門性伸ばしてきたけど、うん、いやこっちに行ってる、そういうこう、うん、まあ何だかな、領域の変化変更っていうのがあります。なるほど。じゃあ、まあ、アサインされるプロジェクトとか一緒に働く人によってこう何でしょう、反応というか変化が生まれて、今まではずっとこの専門性で行きたいと思ってたけど、ちょっとなんかこう新しい分野にも挑戦してみようかなって思われる方もそうやってこう仕事の中で増えていくっていうことですね。そうですね、うんうん、なるほど、ありがとうございます。実際にそのスキルを高めるためにこう研修制度だったりとか、特にこういったところが、まあ、強み、統括のこう研修制度の強みなんだよというところがあれば、ぜひ教えていただきたいです。まあ、デロイトのグローバルが誇るその、まあ、研修のプログラムであったり、はい、うん、まあ、日本のデロイト統括グループとして開発するプログラムももちろんありますけれど、うん、はい、まあ、そういった研修プログラムもそうですけど、やはりそのプロフェッショナルの育成ということでは OJT 大事かなと思っています。なのでさっき RPM っていう、まあ、人事制度名前だけご紹介しましたけど、まあ、その中にはその、高い頻度でですね、まあ、そのフィードバックを受けれる、まあ、チェックインと呼んでる制度があって、まあ、それがですね、多分その個々のプロフェッショナルの、まあ、特に専門性を育んでいく、あるいは専門性以外のこうプロフェッショナルとしての、スキルを上げていく上で、まあ、すごく効果的なのかなというふうに思っていますし、まあ、これは我々リスクアドバイザリーだけではなくて、デロイトグローバル共通ですけれど、まあ、非常にいい仕組みなのかなというふうに思っています。ぜひ会社の展望も踏まえてですね、それぞれこうお二人にこれから向き合う社会課題どういうふうに変化していくのか、そのためにはこうどういう人材が必要とされているのかというところ、少しちょっと抽象度高くなりますけども教えていただきたいんですが、じゃあぜひニーロさんからどうぞ。そうですね、ここまでも不確実性の話を、はい、させていただいておりますので、うん、まあ、いつ我々の専門性がですね、うん、歯が立たなくなる、ね、時が来るかわからないので、うん、まあ、そういう意味では常に自分の軸はありつつもその柔軟性を持ってですね、うん、もしかするとこういう課題解決の仕方もあるかもしれない、うん、ということをですね、まあ、アンテナを張っていられる人材、うん、人物が、まあ、これからも長くにわたって活躍できるかなと思いますし、うん、はい、そこは自分自身も持っていきたいなというふうに思っているというところですね。であとは
コンサルである以上、お客様のニーズをしっかり見極める、その冷静さとですね、とはいえそのお客様 の最後はやっぱり実行はお客様がされると、お客様がされるというところでいくと、それをどうやってこう後押ししてあげられるのかみたいなところもありますので、私個人としてはですね、やはりそこは愛情をしっかり持てる方をですね、育んでいきたいと思ってますし、そういう方とお仕事をですね、これからもしていきたいなと、そういうふうに。ありがとうございます。小林さんにはぜひ、ね、会社の展望も含めて今後どういうふうにこう事業だったり拡大していく予定でしょうか。そうですね、そういう意味で、申し上げますと、まず背景として、はい、その不確実性の高まりってあると思います、うんうん、で、そんな中で、でも、その我々が直面、お付き合いさせていただいているクライアント企業は、その中でも変革をすることで、生き残りとさらなる成長を遂げようとされています、うん、でこの変革のご支援をさせていただくのはやはり我々もの使命ではあると、っていう中で、新野さんは本当におっしゃったように、これまで、我々もリスクアドバイザリーって言ったじゃないですか、はい、なのでリスクの専門性を生かしたアドバイザリーをしています、でも実行するのはお客様です。だけど、不確実性も増してるし、また専門性も求められる、企業様の中で求められる専門性も高まってらっしゃるんですよね。そうするとその変革をやり遂げられるお客様ってどれだけあるのか、なるほど、確かにっていう話になるので、アドバイスだけじゃないですと、じゃあ新しいその変革のための制度設計しました、じゃあそれ実装するの誰ですか、お手伝いします。実行するの誰ですか、お手伝いします。そこまで実装、インプリと、実行オペレートって言いますけれど、そこまでを、しっかりと伴走させていただき、またその先にでも課題って残るんです、その次の先の課題に対してまたアドバイザリーを提供したり、あるいは、アシュアランスって保証を提供したり、さまざまな形で我々ならではのですね、サービスをご提供していく、そうやって本当に真の企業の変革の伴走者であるということを目指してですね、日夜頑張っておるつもりです。まだまだお話を伺ってまいりたいところではあるんですが、あっという間に終わりの時間が近づいてまいりました。最後にですね、それぞれお二方から、インターンや本選考のご案内も含めてですね、学生へのメッセージをいただきたいと思います。こちらもスライドの投影をしながらとなりますかね。お願いいたします。はい、先ほども、予告しましたけれど、今一度、インターンの、予告を告知をさせていただきたいと思います。3Days の方はですね、3日間長いのか短いのか、でもたっぷりですね、トーマツ・デロイトのリスクアドバイザーのプロフェッショナルが伴走させていただきますので、このリスクアドバイザーの特徴をですね、実感いただける、そんなインターンシップになっているかなと思います。ワンデーもですね、1日だけですけれど、そういう意味では比較的ライトに、でもトーマツリスクアドバイザリーの魅力をですね、実感いただけるイベントになっているかなと思いますので、ぜひ振るってご応募いただければというふうに思っております。はい、あと、募集要項こちらにございます。マイページ含めてですね、告知させていただいてますので、ぜひご確認いただき、インターンに限らずですね、本選考へのご応募もぜひお願いしたいというふうに思っております。ぜひ学生の皆さんへ向けて一言ずつ、ね、メッセージをお願いします。はい、じゃあニーロから。はい、そうですね、私インターン のプログラムもですね、実施させていただいておりますけれども、本当にいろんなことに関心を持って、これからですね、自分のキャリアを築いていこうと考えられている方と向き合っている時にですね、やっぱり自分のことも、自分が過去何を考えていたかなというところも思いますし、そこから今ここに立っているということを考えるとですね、ご自身の専門性、成長といったところも非常に大事にしつつですね、やっぱり20代は特に自分が何ができるのかといったことにこだわっていただきたいということと、それを誰と実施するとですね、それは叶うのかといったところが非常にやっぱり大事かなと思いますので、会社 のブランド力とかいうところもすごい大事にしつつ、ぜひですね、そういった観点でも会社選びされるといいんじゃないかなというふうに思っております。皆様のご活躍をお祈りしております。ありがとうございます。では最後に小林さん、お願いします。はい、今日のテーマはジョブディスカバリーですね。はい、リスクアドバイザリーっ
ていう、まあ、ビジネスを聞き、まあ、ご存知の方って少なかったんじゃないかなと思います、うん、ぜひ今日この場をきっかけにですね、興味を持っていただき、まあ、経済社会に貢献できるやりがいのある仕事ですので、多くの方にチャレンジいただきたいなというふうに思います。今日本当に最後までありがとうございました。ありがとうございました。お話を伺いしましたのは新納さん、そして小林さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。